んにちは、増島耕作だ。今から北陸ブルースレッド第7話が始まるが、その前にちょっと聞いてくれ。我が社にいつも配達に来るあのパン屋さん、フーズパークが石川県金沢市にお店を出した。おしゃれにランチやお茶をするなら小名野カフェ。あれこれ欲張りに食べたい人はフーズパーク。うまいぞ、ぜひ来てくれ。白樺、あだ名はウルフ。トマホークホールディングスの営業本部長だ。俺はパンが好きだ。昼はパンに決めている。入社して30数年、俺は一貫してパンを食らい続けてきた。ブレッドだかバンズだかいうやつもいるらしいが、パンはパンだ。それ以上でも以下でもね。たかがパン、されどパンだ。俺は毎日11時頃からはパンのことだけを考えている。そろそろ今日も来る頃だ、あの子が持ってくるパンがな。およ。あ、社長、おはようございます。おはようございます。今日から新しい仲間に加わってもらう。ね、中国から来てもらったチャンドンゴン君だ。今中国が来てるからな。俺は早いからな。わっわっ。なんだこいつは、中国人だと。これは北京原人じゃないか。一体どこから連れてきたんだ。しかもチャンドンゴン、韓流スターだぞ。社長、誰にそそのかされたんですか。じゃあドンゴン、俺の右腕として頑張ってくれ。何腕？右腕？なんだって？右腕だと？じゃあみんな仲良くしてやってくれ。わっわっ。なんだと？このエンジンが社長の右腕だと？ふざけるな。右腕は俺じゃないのか。俺こそが長年社長の信頼を築き上げてきた唯一の存在だぞ。こう許せん。社長、私は。ちょっと待った。聞き捨てならんな。増島、貴様私を誘う時も俺の右腕になってくれと言わなかったか。俺の右腕になってくれないか。うん。何？何だって？僕もですにゃ。僕も右腕になってくれって誘われたんだにゃ。ぐ、何？私もです。何？おいおい、もう貴様って。黙れ黙れ。貴様らのわけないだろう。大体貴様ら俺の部下だろうが。俺だ。俺が右腕だ。おいおいウルフ、俺は。差し置いて何言ってんだ。ああ、ああ、貴様のわけないだろう。なんだ白樺。ああ、白樺、俺が右腕だ。そうだろう。うん、クロセイ、社長、私ですよね。私が右腕ですよね。お、俺はタコだ。な、タコ。タコには手が8本ある。みんな俺の右腕だ。そんなごまかし通用しませんよ。はっきり言ってください。うん、じゃあ分かった。ウルフ、お前が右腕だ。何？そうでしょう。なんだって？なんだと？俺は、私は、俺は、邪魔じゃなかったの？おい、俺だろ、俺。分かった、クロサイ、お前が右腕だ、右腕。足りんな、左腕も俺にしろ。お、分かった、お前は俺の両手だ。何？なんだって？社長、クロサイの暴力に屈するんですか？私を右腕だと言ったじゃないですか。貴様、いい加減にしろよ。俺様だろ。ジャッカルは頭だ。頭。頭やる。頭やる。私はどうなるんですか。お前も足だ。足。足やる。足。お前はどうだ。胴体だ。体だ。俺は、俺の分が残ってないぞ。お前は、お尻だ。お尻やる。お尻。いいぞ。お前は俺のお尻だ。尻？ちょ、尻ってケツか？俺はケツは嫌だ。私は、おい、私はどうなるんですか。ウルフ、お前は、鼻だ。鼻。ウルフ、鼻やる。鼻。鼻？お、そうだ。お前は俺の代わりに匂いを嗅げ。鼻？鼻だと？この俺が、社長の鼻？俺が、
社長の代わりに匂いを嗅ぐ。そんなわけあるか。こんにちは。ユミコさん。ユミコちゃん。こんにちは。ユミコさん、今日も美味しそうなパンがいっぱいですね。ふっくら温かで香ばしい匂いがしますよ。早速俺の花の役目を果たしているな。なんだウルフ、お前花の地位が気に入っているのか。おい花、どうした、どこへ行く。ウルフ、白樺。食うぞパン。また逃げ出したぜ。シャバイシャバイ。僕も食べるにゃ。よしパン、パン食うぞ。どんもんも。